皆さんこんにちは、私ちゃんみょです。本日は牛久シャトーの牛久シャトーフェスタに司会でお邪魔しておりますけれども、私の隣はなんとじゃじゃん、茨城キングです。キングです。今日は私とキングで一緒に司会をしておりますが、はい、ラップなしでね。ラップなし、だからちょっと物足りないですよ。まあそうですね、次はラップできたらいいですね。ね、牛久シャトーじゃなくてワイン祭りの時はね、はい、ラップしてもらいたいと思いますけれども、だいぶ会場にぎわってますね。にぎわってますね、もうだってオープニングのね、もう前からっていうか結構もう行列みたいな感じでしてね、もうだから売り切れてるやつもあるんじゃないですか。ね、きっとそうだと思います、ね、うん、まあ我々はね、お酒は私しか飲めてませんけれどもいやでもね、ビールもワインもいろいろあってね、あと白い濁りワイン、濁りワイン、ね、あの濁りワインは絶対おすすめ。今回しか飲めないのか、ワイン祭り飲めるのか分かんないですけど、はい、それはマジでおすすめですので、はい、美味しかったね。美味しかったですので、ぜひねチェックしていただきたいと思います。気まぐれレポートでした。バイバイ。